さあ2種目終わって現在3位、ブルガリアの2人を追うソビエトのドルチニーナ選手です。去年の世界選手権では初出場で個人で6位でした。2位のビアンカ・パノバを追っているソビエトの現在3人の中ではトップのドルチニーナ選手なんですが、いかがですか？素晴らしい演技でした。この選手がこのぐらい力を入れて演技したのを久しぶりに見ました。先ほどの秋山選手のリボンの得点は 9.875 でした。ドラマティックなアーティストたち、新体操ワールドカップ生中継でお送りしております。